今年からランチをやったりして、でそこそこ人気も出て、この話題色さんが200万回再生されたというと、今270とか、その200万回の頃にインスタでおじさんが、あの話題色さんの YouTube 動画が200万回上がりましたっていうあのあれを見て、でなんかすごいんだろうなと思って話題色さんを見たんですよ、初めて。それでその人生餃子っていうそのお店の雰囲気を見て、チャーシューを見て、それで押しかけて修行した。それで人生餃子さんのようなチャーシューが下から浮いているところ。